アリパシャモスクアリパシャモスクは1560年から1561年にかけてオスマン帝国のブダペスト地区の統治者ルメリア州の知事であったハディム・アリパシャの遺産としてボスニアのサラエボに建てられたモスクである今日のボスニアヘルツェゴビナサラエボ県のチェンタルにあるモスクはイスタンブールの典型的な建築に習って建てられている 中央の大きいドーム型の天井は礼拝の場を覆い、小さい三つのドームは回廊の上を覆っている。建物の枠組みには二つのドーム型の墓地があり、それぞれ1915年にアラドで死去した二人のガイレット活動家、アブド・スンブルとベフジェト・ムテベリッチの石棺である。アリパシャ・モスクは1990年代のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中。 セルビア人勢力によるサラエボ包囲によって激しく損壊した。モスクの復興は段階的に続けられており、国立記念物保存委員会はアリパシャモスクをボスニア・ヘルツェゴビナの国家的記念物に加えることを決定した。ありがとうございます。